ロゼッタとは欧州宇宙機関が打ち上げた探査機である。2004年3月2日にフランス領ギアナからアリアン 5G ロケットを用いて打ち上げられた。2014年8月にチュリモフゲラシメンコ彗星に到着し、11月12日に地表に着陸機のフィラエを投下した。フィラエは彗星の核への着陸に成功し、人類史上初の 水星に着陸した探査機となった。ロゼッタが撮影したチュリモフ・ゲラシメンコ水星の写真。餌はジオットによるハレー水星の近接観測に成功したように水星観測の実績があり、ハレー水星の観測の後は水星構成物質の採取を目的とした探査機の製造を計画した。これに基づいてアメリカ航空宇宙局と餌が共同で計画を 開始したものの、1992年に NASA が計画から離脱したため、餌の単独事業で実施することが決定した。ロゼットの当初計画では、2003年1月12日に打ち上げられ、2006年7月に小惑星大田原、2008年7月に小惑星シワに接近し、2011年にワータネン水星へ到達する予定であった。しかし、 2002年12月11日にアリアン5ロケットが爆発事故を起こしたため計画の見直しを余儀なくされた。この結果、チュリモフゲラシメンコ彗星に種目標が変更された。探査機、ロゼッタの名称はロゼッタストーンに着陸機、フィラエの名称はロゼッタストーン解読の鍵となったフィラエオベリスクが発見されたナイルガーの川中島のフィラエ島に由来する。 ロゼッタは2014年8月にチュリモフゲラシメンコ水星に到達しランダブーに成功した。2015年6月には2015年の末で終了する予定だった探査を約9ヶ月間に延長すると発表した。2016年9月30日にロゼッタは水星の表面へ落下し、これをもって全ミッションを終了した。緑の点線の円が 地球の光転軌道で、青い楕円が水星の軌道である。なお、赤の点線の円は火星の光転軌道、茶色の点線は木星の光転軌道である。数字は位置を示す。1、2004年3月、2、2005年3月、3、2007年2月、4、2007年11月、5、2008年9月、6、2009年11月、7、 2010年7月、8、2011年6月、9、2014年1月、10、2014年8月、11、2014年11月。なお、12番は当初のミッション終了予定位置。ロゼッタが2回目の地球スイングバイを試みたのは2007年11月13日であった。その6日前の11月7日に、カタリナスカイサーベイによって、 誤って地球に接近中の地球近傍小惑星として発見された。この天体には 2007VN84 とカリフ号が付けられ直径20メートルの天体と見積もられた。2007VN84 は11月13日に地球から5600キロメートルの距離を通過するという軌道の予測がなされ地球への衝突リスクの極めて高い天体とされた。しかし、 地球への最接近前の11月10日に、その正体がロゼッタであったと判明した。つまり、チュリムフゲラシメンコ彗星が太陽に最接近したことを意味する。この時期は、彗星から、盛んに物質が揮発する。天体の正確な軌道計算には、その天体を時間を置いて観測する必要がある。追加観測の結果、この予測は十分に変わり得るため、 地球から 5600km の距離を通過という予測は安全であることを意味しない。なお、探査機の本体の割に直径 20m と大きく見積もられた理由の一つは展開されていた太陽電池パネルである。ABC、ファクトシート。エサ、2014年11月13日閲覧。AB、ロゼットミッションエクステンデッド。エサ、 2015年9月2日閲覧。シュリモフゲラシメンコ水星の表面に、水の氷。アストローハーツ。2015年9月2日閲覧。AB、ロゼッタ、水星に落下し任務終了。朝日新聞デジタル。h t t p w w w a s a i c o m articlesasjqz3qxtjqzb010。 html 2017年2月9日閲覧。ロゼッタ、彗星に落下し任務終了を欧州宇宙機関の無人探査機。47ニュース共同通信。http://dis.kiji.is/.1545554108361620442017 年2月9日閲覧。探査機ロゼッタ。 水星トランデブー10年越しの追跡アップップ2014年8月6日ロゼッカ2デプロイランダーオン12ノーベンバーエサハットロゼッカ2デプロイランダーオン12ノーベンバーエサハット NHKBS プレミアムコズミックフロントネクスト2016年12月15日放送史上最大の水星探査ロゼッタ計画のすべてマイナ -2007VN84 マイナープラネット センターハット MPEC2007V70 マイナープラネットセンターハットデッドリーアステロイドイズエイスプスプローブスコヨーメイニアニュースありがとうございます